こちらは田村市宮古島町にある行司ヶ滝です。目滝と尾滝、2つの迫力ある滝が見られるスポットに、連日の暑さが続く中、涼を求めて私が行ってきました。今日は涼しさを求めて自然豊かな場所をご紹介します。案内してくれるのは武田さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では早速案内お願いします。はい、はい、はい、行ってきます。はい、行ってきます。いや、本当にのどかで綺麗なところですね。そうですね。武田さん、こちらの滝すごく壮大ですね。はい、そうですね。これが行司ヶ滝の目滝で、高さが10メーターあります。滝の目の前までやってきました。前の水温を感じられてとっても気持ちがいいです。すごい、なんか探検してるみたいです。長い道のりでいっぱい歩いてきましたが、ようやく最後の滝が見えましたね。はい、こちらは、はい、これが行司ヶ滝の尾滝と言います。高さが16メーターほどあります。結構上の方から下の方まで。はい、そうですね。またこの滝の音が涼しさを感じられますよね。癒してくれるっていうかね。はい、この暑い夏にはぴったりですね。はい、そうです。涼しさをぜひ皆さんにも味わっていただきたいですね。はい、そうですね。このように皆さんもマイナスイオンを感じて、この暑い夏を乗り切りましょう。